私は翔子、24歳の時、付き合って1ヶ月の彼氏、ゆうととデートしていたら突然。昨日さ、翔子がホームレスになる夢見たんだよね。へぇ。道端で土下座して食べ物くださいって言っててさ、夢の中の行動って9割がその人の本性だよね。え、そうなの？そうだよ。だから翔子の本性ってホームレスなんだ。やっぱ俺そんな女と付き合ってられないから別れよう。はぁ？悪いけど。いや、そんなアホな理由で別れ切り出すような男、こっちこそ願い下げだし。うん、別れよう、じゃあねー。バッカじゃねえのとしか思えず、好きだという感情も一瞬で蒸発した私は、その場でユートと別れた。そしてユートからは特に連絡もないまま10年。結婚して生まれた息子が5歳になると、夫の海外出張が決まって、息子との2人暮らしがスタート。とはいえ、近くに住む義父母はいい人たちで、ちょこちょこ顔を出してくれている。だからこれといった不便もなく、平和に生活していたある日のこと。翔子さん、ちょっとお買い物に付き合ってもらえないかしら。いいですよ。じゃあショッピングモールでも行きましょうか。義母の誘いに乗っかり、息子も連れて大型ショッピングモールに行ったのだが。翔子！え？3人で楽しく買い物中、急に声をかけてきた男は、10年も前に別れたユートだった。シングルマザーになったんだね。お母さんと2人で子育て頑張ってるんだ。偉い。でも君もそろそろパパが欲しいよね。俺がいたらお母さんも楽になるだろうし。私たちを見ながら、そんなことをつらつらと話すので、バッカじゃねえのと10年ぶりに痛感。私は姑ですが、パパはお仕事で外国にいるんだよ。義母は困惑していたが、息子はニコニコ顔でユートに返事する。ユートは驚いた様子で私に向き直り、目が合ってしまったので、どちら様ですか？私も義母を見習い、困惑した風に言うと、何かブツブツつぶやきながら去っていった。あの人誰だったの？多分10年前に1ヶ月だけ付き合ってた人です。私がホームレスになった夢を見たとかで、それがお前の本性だから別れるって言い出したから、こっちのセリフだって別れたんですよ。何それ、おかしな人ね。ほんとおかしな人ですよね。3日後。ちょっと翔子さん、これ見て。義母がノート PC を持ってきて画面を指さすと、そこには義母愛用のオークションサイトが表示されていた。え、何ですか？これ。美少女ゲームのソフトらしきものが出品されており、商品説明を読むと、数年前に購入しました。主人公が元カノと同じ名前だったので惹かれたのです。そもそも元カノと別れた原因は、僕が乞食とかした元カノの夢を見たからでした。元カノはあっさりと別れを受け入れ、そのまま疎遠に。一方で僕はこのゲームの主人公を元カノと見立ててプレイすると、進めていくうちに元カノに会いたくて仕方がなくなりました。そうしたら先日ショッピングモールで元カノと再会。なんと彼女は子連れで、趣味の悪い服を着た高齢者も一緒でした。僕は元カノが旦那と別れて出戻り、母親と細々と育児をしているのだと判断。しかし現実は違った。その高齢者は元カノの姑で、旦那は外国で仕事中だというではありませんか。僕の恋は儚く散り、もうこんなゲームに用はないと思い出品しました。よろしくお願いします。待ってください。これ絶対あの時のおかしな人でしょ。その美少女ゲームをググったら、確かに主人公の名前は私と一致。商品説明とハンドルネームから見て、出品者はユートに間違いないようだった。趣味の悪い服だなんて失礼しちゃうわ。つか、何言ってんだこいつって感じですよね。自分のディスられっぷりに吹き出す義母につられ、私も笑い転げてしまった。だが義母が家に帰って数時間後、あのゲームなんか出品取り消されちゃったみたい。お父さんにも見てもらおうと思ったのに残念だわ。そんなメールが届き、私も検索したが、義母の言う通りページは消えていた。さらに数日後、実家の母から電話が。もしもし、あんた宛に荷物届いてるよ。え、なんだろう、何も買ったり送ったりした覚えないんだけど。なんか開けてみた方がいい？それかそのままそっちに送ろうか。あ、じゃあ今開けて教えて。はいはい、ちょっと待ってね。って何これ、
なんか可愛い女の子の絵が描かれたゲームソフトみたいだけど。え？電話を切り、母に写真をメールしてもらったが、それはオークションに出品されていた美少女ゲーム。差出人はやはりユートだった。ゲームはとりあえず実家で保管しておいてもらうことにしたが、私もしかしてこれからあいつにつきまとわれたりするんじゃ。心の中が一気に修羅場ったのは言うまでもない。お久しぶり。あのさ、ちょっと聞きたいんだけど、ユートって最近どうしてるか知ってる？不安になり、今も付き合いのあるユートと共通の友人に探りの電話を入れてみたところ、ユート？よくわかんないけど、最近まで恋が終わったとか泣き入っててうざかったわ。でも昨日、私の彼氏と3人で飲んだ時は、近所の保育士さんに一目惚れしたって手のひら返したみたいに浮かれてたよ。あー、それよかった。ん？なんかあいつに用でもあった？いやいや、全然ない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 。これまで通り私の存在はなかったものにしといて。了解。翔子もまた時間できたらご飯行こうね。どうやらユートは新しい恋を見つけたようだ。それから数ヶ月が経ち、旦那が帰国してもユートからのアクションはないので安心している。でも念のため、あの美少女ゲームはもうしばらく実家に置いといてもらおうと思う。ご視聴ありがとうございました。また見てね。